はい、映画ハウスパーティーのね、ダンスシーンだったんですけどね、もう俺ね、こういう踊り大好きなんですよ。で、これが、まあ、ニュージャックスイングのダンスっていうかね、僕が、20歳ぐらいの頃にね、そういう大きい波がやってきてね、ディスコっていうんですね、昔ね、ディスコに行っててたらね、黒人さんがね、こういう踊りしてんのをね、横で見ながらね、うめえなー、おいーと思ってね、家に帰ってね、踊ってたんですよ。で、そっから踊り続けたこと20年間、今48になったんですけどね、ずーっとね、部屋で踊ってきた男がね、どんな踊りをね、披露するかっていうね、もうクラブで踊るわけじゃないですよ。まあ、たまにね、鹿児島のクラブで踊ったことありますけどね、そのストリートダンサーならぬね、こうルームダンサーの俺がね、でさ、最近さ、インスタグラムでさ、ダンサーがさ、その自分のダンススキルをこう見せつけるかのように15秒間踊る動画あるでしょ。で、あれ見ててさ、本当にうまいなーと思う人とさ、え、これうまいのかなーと思う人がいるじゃないですか。いるじゃないですかって、僕コーヒー飲むじゃないですかみたいな言い方しましたけどまあいないかもしれないですよ、あなたにとって。だけど俺はそう思ったわけ。おいでね思ったわけって、なんかちょっと80年代っぽいいいノリが出ましたけど、で、それはね、どうしたらいいかっていうのはね、堀津くんにね、相談したらね、まあ嘘なんですけど、相談なんかしてないんですけどね、堂々と踊るってことは、20年間部屋の中で踊ってきた男がね、じゃあ堂々と踊ったらどうなんのか、ドヤ顔ダンスみたいなね、イージードゥダンスならぬね、ドヤ顔ダンスをした動画を、インスタにアップしました先日。で、YouTube にアップしましたんでね、それはね、俺のホームページで見てくださいよ。ね。あ、というかこの後流しちゃおうか。うん、じゃあ僕のダンスです。どうぞ。